マークス・シュタインヘーファーは、西ドイツバイセンブルク郡ツェンハウゼン郡バイセンブルク出身の元サッカー選手。現役時代のポジションは DF、MF。地元のアマチュアクラブでプレーしている頃に、1FC ニュルンベルクのスカウトに発掘される。同クラブのサテライトチームに所属するものの、年齢的な理由もあり、公式戦には出場できず。しかし同リーグの FC バイエルン・ミュンヘンからの誘いを受け移籍。同クラブの U19 チームでプレーした後、サテライトチームでもレギュラーとして57試合に出場。U19 ドイツブンデスリーガ優勝、ドイツレギオナルリーガ南部優勝を経験する。2006年夏にオーストリアブンデスリーガのレッドブルザルツブルクへレンタル移籍。もともとは右サイドハーフであったが、レッドブルザルツブルク移籍後は主に右サイドバックとしてプレー。また、チーム状況によっては、左サイドバックとしても試合に出場している。攻撃的なプレースタイルで知られており、時折豪快なロングシュートを決めるクラブの人気選手となった。2006から07シーズンのリーグ優勝に貢献したほか、UEFA チャンピオンズリーグ予選や UEFA カップ本大会での出場を果たす。ボルシア・メンヘングラードバッハからの関心も寄せられる中、2008年2月13日に、翌シーズンより、ドイツブンデスリーガのアイントラハトフランクフルトへ移籍することが、ザルツブルクの公式ホームページで発表された。90万ユーロの移籍金が、保有元のバイエルンに支払われ、契約期間は3年となる。フリート・ヘルム・フンケル監督の下で再び中盤へ、ポジションを移し、レギュラーとしてプレーした。2009から10シーズンよりミヒャエル・スキッペが新監督に就任すると出場回が減少し、移籍を模索する。翌年1月からシーズン終了までは 1FC カイザースラウテルンへローンとなった。2011年1月26日、スイススーパーリーグの FC バーゼルと2年半の契約を締結した。同クラブでは、攻撃的な右サイドバックとして、レギュラーポジションを確保。2011から12シーズンの UEFA チャンピオンズリーグでは、グループリーグで、マンチェスターユナイテッド FC との直接対決を制し2位通過を果たしたメンバーの一員となった。2012から13シーズン終了後に、契約満了となりサンクトヤコブ=パルクを去り、ドイツ復帰を希望する。2013年7月15日、リーガビビビのレアルベティスに3年契約で加入。しかしペッペ・メル監督の信頼を得られず、ハビチカやフアン・フランらの後陣を排することとなった。12月にフアン・カルロス・ガリードに監督が交代して、以降も守備面の不安定さを指摘されるなど、出場機会に恵まれなかった。2014年1月18日、ブンデスリーガの TSV1860 ミュンヘンと1年半の契約で移籍。フランクフルト時代の指揮官、フリート・ヘルム・フンケルの存在が5年ぶりに母国へ復帰する決め手となったと語っている。2015年2月2日、2部で下位に沈む VfR アーレントシーズン終了まで契約する。しかしクラブはシーズンの結果3部へ降格となった。2015から16シーズンより、シノトリガの AC スパルタプラハへ、フリートランスファーで加入。リーグ戦では7試合の出場に止まり、1シーズンでスタディオン・レトナーを後にする。無所属となっていた2016年11月、バイエルン時代のチームメイトであるミヒャエル・シュテークマヤーがマネージャーを務める SV ダルムシュタット98の練習に参加し、フランクフルトで共にプレーしたマルセル・ヘラーと再会。翌年1月20日、トルステン・フリンクス率いる同クラブと1年半の契約を締結した。2017年12月にディルク・シュスターが新監督に就任すると、ポジションを失い、シーズン終了後にクラブを退団した。2018年9月4日、レギオナルリーガバイエルンの VfB アイヒシュテッドに加入。娘の誕生を契機に故郷に舞い戻った。2007年には、ドイツ U21 代表の一員として、トゥーロン国際トーナメントに出場している。ありがとうございます。